はい、皆さんこんばんは、かごです。さあ、金曜日ということでね、今日はプロ野球スピリッツ、これはもう完全に私の趣味でやってるアカウントなんですけど、ただただねガチャを回してやろうかなと思って、動画にしようかなと思って撮っております。正直ね、最近野球全然見てなくて、まあ、完全なにわかファンなんですけど、まあ、元々7年ぐらい大阪住んでて、でその時からねオリックスずっと好きだったんですけど、まあ、最近はね本当優勝とかしてるけど全然見てないっすね野球自体は。なんで選手とかもあんまりよくわかんないですね。一昔前の、そうですね、7、8年、5、6年前ぐらいの選手はよく知ってるんですけど、まあそんな感じなんですけど、ちょっとゲームではやっておりますということでね、ガチャを回していきたいんですけど、まあ、まずはそうですね、このゴールド契約書っていうやつから回していきたいんですけど、まあ、一気に回しちゃいますか。ゴールドね、これね、まあ、あのレアリティで言うと SR っていうのが一番いいんですけど、まあ、SR が何パーセントぐらいかな、まあ、5% とか以下、5% 以下ぐらいなんですけど、まあ、出る可能性があるよっていう感じのやつですね。まあ、これで SR 出たらまあ OK かな。まあ、できればねオリックスのチーム狙ってるんですけど、まあ、僕持ってない選手で言うと欲しいのは山本選手、投手と、あとやっぱキャッチャーの森友哉さんですね。まあ、この2人が狙い目なんですけど、まあ、オリックスの、ね、SR で持ってない選手だったらね、まあ、ちょっとどの方でも嬉しいですね、正直。まあ、あとあの最近ちょっと話題になってる頓宮選手、まあ、彼はね岡山出身なんでね、まあ、岡山、まあ、僕住んでるんで、まあ、頓宮選手もちょっと欲しいカードの一つですね。カードではないか、選手の一人です。ということでゴールド契約書から行ってみたいと思います。これ一気にね6枚回しますんで、さあ1個ぐらい当たんじゃね。これねレアリティ、このなんか月が出てるんでね、多分 A ランク以上は確定してると思います。さあ演出でね、あーおレインボー出た。レインボーが出ると SR 確定なんですよ。今レインボー光りましたよね。さあ行きましょう。いやドキドキするね。さあ来い。よし、まあオリックスじゃなくても有名選手だったら嬉しい。持ってないやつできれば。お、いきなり SR。 上沢選手、日ハムのピッチャーですかね。うん、まあ持ってないからいいでしょう。まあ SR 出るだけで嬉しいですよね、 5% ぐらいなんで。うん、お、あ、まあ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 、これ A ランクですね。なんで、まあ、いいんじゃないですか。どうなんだろう、先発。おー、まあ、完全な先発型ですね。なんか球種もなんかすごい本格派ですね。うん、全然見てないんで全然選手わかんないですけどね。どうですか、去年の成績見てみますか。8勝9敗、 3.38 防御率。あ、まあまあでもいいんじゃないですかこれ。まあ先発の選手ですね。多分ローテーション入ってる方ですね。ということで、さあ続きまして S ランク確率 10% 契約書。まあこれはゴールドより確率高くなってきますね。まあ、10%、30% で確定があるんで、まあ、10% から回していきますかね。まあ、できればオリックスお願いします。あ、そもそも SR お願いします。あ、月出てない。月出てるとねレアリティ高いですけど。あ、赤ですね。あ、これでもいいんじゃない。お、いい感じ。来た？ SR 来る？
お、さあどうだ。あー A ランクか。まあ言うて 10% ですからね、しょうがない。 10% はしょうがない。さあ 30% いきますか。 30% はかなり熱いと思うんですよね。あ、突き出てますね。いいですよ。あー色はここはまだ出てないか。さあここです。オーラがレインボーまでいくか。全然いかない。あ、でもちょっといい感じか。 30% なんで引きたい。うん、頼む。キラン。あー 30% 外した。あ、やばい。コンプラ的に、コンプラ的に山川はちょっとまずいかもしれない。はい、ということで S ランク、まあね、今日のメインディッシュですよ。まあ、正直野球も知らないし、なんかあんまり興味ないかもしれないんですけど、まあ僕のテンションだけでやってるんでちょっと勘弁してください。さあ行きます。 S ランク、まあこれ確定なんでね大丈夫です。うん、はい、確定ですけど何が出るかですよね。頼むで、オリックス。ファール、ファール。さあどうだ。キラーンって出るんですね。おお、どうなんだろう。オスナ選手ですね。オスナ選手って強いのかな。ちょっと待って見てみよう。オスナどこ行った。オスナ、おっとおっと。あー、完全にパワー型かなと思ったら、でも弾道がラインドライブですね。低弾道ですね。へえ、低弾道のファースト、なんか珍しいかもね。うんうんうん、超ラインドライブ。へえ、さあこれはまあヤクルトでも言うてね、優勝してますからね。2割7分2厘で20ホーマー。おー、なんかぼちぼちいい選手っぽいですね。勝負強い打撃と華麗なグラブさばきが光る助っ人、昨シーズンはチーム3位となる20本塁打を立ち、クリーンアップの一角を担った。いいんじゃないですかね。うん、はい、ということで、まあお目当てのね選手はゲットできなかったんですけど、まあでも割といい選手引けたかな。ゴールドで、まあ、SR 引けたんで、まあ、そこに関してはちょっと良かったかなと思いますね。はい、なんでまたちょっとガチャ溜まったらやろうかな。まあね、ガチャ回すね、僕無課金でやってるんですけど、あの何ですか、パワー、なんかポイントみたいな、ポイントみたいなのが溜まってるんで、またどっかでね一気に爆発させてやろうかなと思ってるんで、またその時はちょっと動画にしようかと思うんで、皆さん見てください。はい、ありがとうございました。あ、チャンネル登録と高評価もお願いします。